水素チャンネルニュース第四十九回二千十九年十二月八日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。キャスターの新浜メチスです。今回はおよそ二千十九年十一月二十三日から十二月八日までのニュース記事二十九本です。 では、スタートです。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー1、11月25日の日刊スポーツ .com。ローマ教皇が乗っていた車はトヨタ、ミライ特注車。記事ナンバー2、11月26日の J キャストニュース。教皇を乗せて走る、パパモビレ、トヨタの燃料電池車が選ばれた理由は、 次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー3、11月29日の環境ビジネス。徳山、大規模再エネ電力の出力変動を水素製造で調整。開発、実証を開始。記事ナンバー4、12月7日のエネクトニュース。徳山が水素製造の大規模設備開発と実証実験を実施。 引用。2019年11月27日。株式会社徳山は、同社の SDGs、持続可能な開発目標、達成への取り組みである。再エネ電力と水素製造技術を活用した化学工場からの CO2 排出量削減と水素コスト低減モデルの構築。が、平成年度。 山口産業イノベーション促進補助金事業に採択されたこと、水素製造の大規模設備開発を行うこと、実証実験を実施することの3点を発表した。次のニュースです。記事ナンバー5、11月29日の日経クロステック、水素用サス溶接や深絞り、 死担微細加工、69社が揃った MPF 東京2019。引用、2019年11月7。8日、東京、青山で、ものづくりパートナーフォーラム、MPF、東京。2019。テピアエキシビションホール、が開催された。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー6。 11月29日の朝日トコム福島 CO2 排出実質ゼロ目標郡山の品川市長が宣言引用郡山市の品川正人市長は28日環境省が推奨する2050年までの二酸化炭素 CO2 排出量実質ゼロに賛同し実現を目指す と宣言した。記事ナンバー7、11月29日の河北新報。郡山市、50年に CO2 排出ゼロ目指す。東北の市町村で初。次のニュースです。記事ナンバー8、11月25日のレスポンス .jp。不能。寒宮。燃料電池車を発表。 航続三百七十キロメートル、EV 仕様の一点六倍。記事ナンバー九、十一月二十九日の中国国際放送局。世界初の水速道 5G 不当が使用開始。引用、山東省沈倒しで二十八日、世界初の水速道 5G 不当が稼働しました。水素燃料を動力とした高速クレーム。 記事ナンバー10、11月21日のカービュー。燃料電池車が宇宙へ進出。水素を燃料とした電気自動車とは。記事ナンバー11、11月17日のウェブカートップ。大臣の10年後に燃料電池車を1000万台規模に増やす発言は口頭無形。環境悪化の可能性まである FCV 拡大。 記事ナンバー12、11月25日の NNA.Azia。水素産業、需要予測は誇張。オーストラリアシンクタンク、引用。ニュースの途中ですが、12月8日は、ジュニアシェフの日。ということで、主人公の妹役はフランス料理の世界的シェフです。ニュースを続けます。 次の二本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー13、12月4日のエンガジェット日本版。2020年は水素元年に、世界最大級の大型貯蔵施設と国際輸送がスタート。ネドが紹介する水素活用の現在地。記事ナンバー14、12月6日の日韓ケミカルニュース。ド。 2020水素元年、3つの大型プロジェクトが本格始動。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー15、12月4日の環境ビジネス。水素ステーションの遠隔監視型セルフ運転を実現へ、経産省が特別措置を整備。記事ナンバー16、12月5日のみんなの株式。 水素ステーションが27位にランク、遠隔監視型セルフ運転が実現へ。注目テーマ、次のニュースです。記事ナンバー17、12月6日のモーターファンテック。川崎重工、国内メーカー初の商用化に向けた新型水素液化機の実証実験を開始。記事ナンバー18、12月5日の時ットコム。 経団連、CO2 実質ゼロ宣言へ、技術革新、投資呼び込みや投資、記事ナンバー19、12月1日のプレジデントオンライン。水素燃料市場は2030年度に現在の56倍に達する。トヨタの燃料電池自動車が成長牽引、記事ナンバー20、12月3日の環境ビジネス。 世界初、低濃度アンモニア水から高純度水素を製造。燃料電池の発電に成功。引用、木村加工機、兵庫県尼崎市。沢富士電機、群馬県大田市。岐阜大学工学部科学、生命工学科神原真二教授の研究グループ。 記事ナンバー21、12月6日の福島民友新聞社民友ネット。低炭素社会実現の加速を推進。世界的ロックバンド誘通と連携し、水素コンサートを実現。記事ナンバー22、12月4日の福島民友新聞社民友ネット。水素モビリティに関する国際展示会、会議 H2。 モビリティプラス。エネルギー。小2020が韓国で来年3月開催へ。記事ナンバー23。12月7日の日刊自動車新聞電子版。20年度予算自民対抗案。自動運転。マーズの研究開発。先端分野の人材育成推進。水素ステーション整備も。記事ナンバー24。 12月6日のディスキジーズ。アルミ水素の研究成果報告。金沢で会議。記事ナンバー25。12月6日の日本経済新聞。エルコン。水素ステーション向け熱交換機。海外販売開始。記事ナンバー26。12月6日のジェトロ日本貿易振興機構。水素エネルギーの実用化。 都市の交通網でも始まる、中国。記事ナンバー27、12月5日のクリッカー .com。自動車用語辞典、燃料、水素エンジン。水素を燃焼させるエンジンの課題と将来の可能性。記事ナンバー28、12月6日のクリッカー .com。自動車用語辞典、燃料、水素の搭載方法。 燃料電池で用いる水素をどう車に積むか。記事ナンバー29、11月29日の日本経済新聞。EV 軸に開発競争。エコカー早わかり。日経業界地図、12、エコカー。ニュースは、以上です。今回お届けしました記事へのリンクは、動画の説明欄をご覧ください。 最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索は、ウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは ht、https://t, a, k, a, g, i, 数字の1、n e t h2。高木1 n e t h2 です。次回は、12月14日土曜日の予定です。 また、お会いしましょう。お相手は、新浜メチスでした。バイバイ。